というか、来月7日に投開票を行う、東京都知事選で、小池百合子さんとか、蓮舫さん、どっちを支援しますか。はい、ありがとうございます。まあ、都知事選が盛り上がってるのか盛り上がってないのか知りませんけれども、北海道では盛り上がってますか。そうでもない。なるほど、ありがとうございます。まあ、ネット上とかでですね、結構話題に上がることは多いんですけれども、東京一番大きな都市ですから、で東京一つの、自治体だけで国と変わらないぐらいの経済規模を持ってると、どこだったっけ、ノルウェーとかチェコとかっていうような一国と変わらない経済規模を誇る東京っていうところのトップが誰になるのかってことは非常に気になるところですね。で、まあ一番強い横綱っていうのがもう一回再選を目指すと、百合子山がもう一回再選を目指すっていうようなところだと思うんですけれども、そこに対して蓮舫さんという方だったりとか、他にもなんかいろんな方々が手を挙げてきているっていうような状況だと思います。この東京の都知事選、東京都知事選挙に関して、私たちも当初は候補者をやっぱこれ出さなきゃいけないっていうふうに考えてたんです。その理由は何かって言ったら、野党共闘自体がもう事実上瓦解してますね。野党第一党がまずそのイニシアチブを取らないということです。で、そういう状況であって、そして国会の中での当然なんだろうな、対自民党との振る舞いも全部自民党に対して結果プラスになるようなことしかやってないんですよ、はっきり言っちゃえば。それを考えたときに、やっぱり野党で共闘してっていうこと自体が成立しない。つまり何かっていうと、次の選挙では私たちは単独でやって数を増やし、で野党の中でちゃんとものを言えるだけの数を作らないと、これまでもいろんな懲罰とかで野党第一党から潰されそうになること何回かありましたからね。なので私たちは単独でやるってことを考えるんだったら、国政においても他の選挙においても私たちは候補者を立てなきゃいけないっていう本当は筋があるはずなんですけど、今回それが叶わなかったというか、私たちの中でちょっとブレーキをかけちゃったところがあります。はい、やっぱりこの東京都の都知事選ということを考えたときにですね、このまま私たちが候補者を出してってことになったとしたら、やっぱり票も分裂してしまったりとか、さらにややこしいことになってしまうこともあるし、そういう側面もないとは言えません。今回出さなかったってことですね。で、私たちとしてどうするんですかってことで、誰かを応援しますかと。自分たちで候補者を出さないってことは、じゃあ他に私たちに近い人たちを応援するべきじゃないかっていうような話もあるんですけれど、政策が出るまではそれ判断できなかったんですよ。人で選ぶってことじゃなくて、政策で選ばなきゃいけないから。いや、なんとかちゃんとは仲がいいからね、もう中身はどうでもいいけど応援するわみたいなことはできないわけですね、自民党じゃないんだから。で、やっぱり政策っていうのを待ってて、政策を出てきたときに全部見比べたっていうような状況のときに、やっぱり弱いなっていうことなんですよ。この人を応援しますっていうことがなかなか言えない状況だった。それを考えたときに、じゃあ一番今私たちがやれることとして考えられるのは何かって言ったら、静観。事実上何もしませんよ。候補者も出しません。特別誰かも応援しません。今私たちは立ち止まって静観しますということを、決めたってことです。なので静観ですね。私が一有権者として誰に入れたかということに関しては、ここはちょっと秘密にしておいた方がいいかなと思います。すいません、ありがとうございます。